この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は、1日1話読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書、パート2です。それでは始めていきます。日野原重明氏、命とは君たちが持っている時間である。君たちね、目には見えないけれども大切なものを考えてごらん。空気見えるの？酸素は？風は見えるの？でもその空気があるから僕たちは生きている。このように本当に大切なものは目には見えないんだよ、と。それから僕が言うのは、命はなぜ目に見えないのか。それは命とは君たちが持っている時間なんだからなんだよ。死んでしまったら自分で使える時間もなくなってしまう。どうか一度しかない自分の時間、命をどのように使うかしっかり考えながら生きていってほしい。さらに言えば、その命を今度は自分以外の何かのために使うことを学んでほしい、ということです。次、藤沢秀行氏、勝負にこだわるな、芸を磨け。若い人たちを指導するにも、結局私はこの一言だけしか言っていないのです。目先の勝負にこだわるな。まず芸を磨け。若いうちは脇目も振らずに精進しろ。それだけです。次、大畑誠也氏、教室中の親子が涙した最後の授業。私が考える教育の究極の目的は、親に感謝、親を大切にするです。高校生の多くは今まで自分一人の力で生きてきたように思っている。親が苦労して育ててくれたことを知らないんです。次、川上哲治氏、裸に生まれてきたに、何不足。若いうちは大きな壁にぶち当たったら、これで人生は終わりみたいな気持ちになるもんですが、そんなことないんですよ。必ず突破できる壁であり、そういう壁を何回も突破していけば、知らんうちに自分は鍛えられて大きくなっとるんですよ。いずれにしても人間、死ぬまで努力ですよ。裸に生まれてきたに何不足というようにね。いざという時は、なーにという気持ちで度胸よくぶつかっていけば必ず克服できますよ。次、杉山房子氏、子供の可能性を伸ばす10か条。子供を育てる上で大切にしている10か条。1、互いを尊重し合うことの大切さ。2、求められていることの大切さ。3、気づくことの大切さ。4、目標を持って続けることの大切さ。5、正しい答えとは一つではないことの大切さ。6、絶対評価であることの大切さ。7、何でも楽しくしてしまうことの大切さ。8、励ますことの大切さ。9、褒めることの大切さ。10、待つ、そして学び続けることの大切さ。その一番のベースは、子供は社会からの預かり物であり、社会に役立つ一人の人間として成長するまで、親が子供に寄り添いながら一緒に育つことがミッションだと思っています。特に大事にしていることは、感謝することと楽しむことです。次、浅見ほほこ氏、良いことの後に悪いことが起こる3つの理由。1、次は悪いことが起こるのではないかと自分で思っている。その強い意識が引き寄せている。2、
良いことが起こったのはすべて自分の力だと思って感謝が足りない。3、何かを犠牲にして我慢したからこそうまくいったと思っている。そう思い込んでいると犠牲がなくてはうまくいかない人生になる。周囲を幸せにしたいと思ったら、まずは自分が幸せに生きること。結果として一人の人間が幸せになると、そのパワーが家族を幸せにし、地域を幸せにし、国家を幸せにし、そして世界を幸せにする。すべての発展繁栄は一人から始まる。私はそう思っています。次、吉田栄勝氏。本当に強くなる選手。子供を教えるには怒るところは怒り、褒めるところは褒めるという区別が大事ですね。厳しくすぎてやめられるとそれで終わってしまいますから。やっぱり最後は素直でなきゃダメですね、人間。はいという返事や、すみません、ありがとうという言葉をちゃんと知っている人間でないと、俺は強いんだなんて偉そうにしている人間はもう人が相手にしない。小さい頃からそういうことをしっかり叩き込んでおかないと、大きくなってから必ず損をします。次、越野純子氏。アタウルは浮くより幸いなり。私の好きな言葉にかきくけこというのがありますが、かは感謝、きは希望、くはくよくよするな、けは健康、最後のこは行動。この5つって仕事でも人生でも重要じゃないんかなと思いますね。次、福島貴則氏。1に努力、2に努力、3に努力、すべて努力。結局のところ、どんな職業でも成功するのに一番必要なのは努力なんですよ。1に努力、2に努力、3に努力、すべて努力で、努力がもう 90% じゃないでしょうか。5回やって覚えられないなら10回、10回でダメなら20回やりなさいというくらい努力が一番大事ですね。才能も少し必要ですが、その才能に向いたことをやらないと成功しませんから、それを導く先生、コーチが必要です。さらにもう一つ加えれば、運ですかね。とにかく人生は短いから、ほんのちょっとでも無駄にしたくない。自分の人生の貴重な時間を1秒たりとも無駄にならないように使い、患者さんを助けていきたい。次、黒岩勲氏。ナポレオンヒルの成功哲学。とりわけ私を支えたナポレオンヒルの言葉は、諦める一歩先に必ず宝があると、もう一つは信念の力と題する詩です。もしあなたが負けると考えるなら、あなたは負ける。もしあなたがもうダメだと考えるなら、あなたはダメになる。もしあなたが勝ちたいと思う心の片隅で無理だと考えるなら、あなたは絶対に勝てない。もしあなたが失敗すると考えるなら、あなたは失敗する。世の中を見てみろ。最後まで成功を願い続けた人だけが成功してるではないか。すべては人の心が決めるのだ。もしあなたが勝てると考えるなら、あなたは勝つ。向上したい、自信を持ちたいと、もしあなたがそう願うなら、あなたはその通りの人になる。さあ出発だ。強い人が勝つとは限らない。すばしこい人が勝つとも限らない。私はできる、そう考えている人が結局は勝つのだ。次、
和田博美氏、好成績を維持する秘訣。普通の人は目標を達成すると終わったって気を抜くでしょう。でも私が仕事をしていて一番楽しいのは、もうすぐ目標が達成すると思ってがむしゃらに頑張っている時、その時ってワクワクしません？その気持ちを維持させるんです。以上です。パート2は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。ディスクでした。